鎌倉姫紀子、今ちょっとお見せしたのは大姫のお墓ですね。でそこからすぐ上にですね、青船御堂というのがあるんですけど、まあ、これ地図上にも載っていてですね、青船稲荷というところですね、あ、すみません、地図じゃないです、青船稲荷ですね、お稲荷さんがありますね。まあ普通に見たらお稲荷さんなんですけど、ちょっとお墓にも見えますよね。まあちょっとその北条泰時公のその、娘さんのお墓って言われてるのがこれなのかなと最初思ってたんですけど、そのどうやら大姫のところは姫宮って書いてあるんで、まあ、姫のお墓ということなんで、まあ、これは単純に違うのかもしれませんけどもね、まあ、つまり北条泰時公の娘さん、この青船というところがですね、まあ、上楽寺さんの方でも話してますけど、要するに北条泰時公の妻のお母さん、妻は矢部の善人ですから、その母というのは、土井藤平の娘さんだったと思いますけど、その方の供養のためにお寺を御堂を建てたのがきっかけなんですよね。でそれが、まあ青船御堂と呼ばれていて、それが後世ですね、後に、泰時公が亡くなった時に、まあ、上楽っていうのはその改名法名みたいですけど、でその後に上楽寺ってなったそうですよね。ですからこのお稲荷様はここにひっそりあるんですけども、まあ、ちょっとこれまあお墓とは言えないのかな、やっぱり、その娘さん北条泰時の娘の墓か大姫のお墓ってはっきりしないのは、今下に見ていた、大姫のお墓と言われているものだと思うんですけども、姫宮としかなくて、多分はっきりしたことって分かってないみたいなんですよね。ですからちょっとこちらはちょっと稲荷ということで、その関連ということでご紹介しますけども、北条泰時公の娘さんのお墓、それと大姫のお墓というのが今下にある。でそれとは別に、この上楽寺さんの前身である、青船御堂の青船稲荷御堂っていうんですかね、お稲荷さんですね、稲荷があるということをちょっと確認しておきたいと思いますね。泰時公のお墓はすぐ下にあるんですけども、まあ、その頃はその御堂ですから、そんなに今みたいな大きな寺院ではなくて、まあ、ちょっとしたというかですね、要するに菩提を弔うためだけにあった、お堂っていうんですかね、まあ、御堂ともお堂とも言うんでしょうけど、そういう建物だったと思うんですね。まあ、現代はもちろん今直してますので、そんなに、小さくはないですけども、まあ、一応関連ということでご紹介しました。青船稲荷御堂、上楽寺さんの裏山からでした。